もしもし、突然ですが東です。さあ今日はもちろんルガルですね、はい、杉山先生と電話がつながってます。杉山先生、もしもし。あ、東です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはスプリンターステックス優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、骨折から見事復活、ここで勝ちました。どうでしょう、今のお気持ち聞かせてください。はい、いや本当に春の G1 ではちょっと期待を裏切る、人気を裏切る形になってしまって、はい、なんとかここでいい競馬をっていう思いで、みんなで頑張ってきました。本当に嬉しいです。悔しさ、前走一番人気でね、高松の一騎、負けてしまいましたが、タフババもあり、その後骨折という部分が判明されたということでしたが、ね、ここにそこからまた G1 にこういきなしぶつけてくる、中間この怪我に対するケア、そこでどのように先生、厩舎スタッフ皆さんとやってきたんでしょうか。いやもう、残念なことにちょっと故障が判明してしまって、体がもう手術して、はい、で、牧場の方で入念にリハビリしていただいて、本当にうちの厩舎のスタッフもそうですけど、はい、本当に牧場のスタッフも本当に一生懸命やってくれて、はい、それが本当にこういう大きな形として実を結んだのは本当に嬉しいですね。西村さんもお行きに乗ってシルクロードステークスでも乗ってます。それぐらいいいと先生も思ったより仕上がったと。タイム見てもラスト11秒台出したりして、はい、怪我の影響はあまり感じなかったんですけども、動き的には先生どのように見たんでしょうか。リハビリがうまくいったので、はい、本当に G1 に行く以上は本当に加減なくしっかり仕上げていかなければいけないと思ってやっていったんですけど、本当にその馬自身もそれをしっかり乗り越えてくれたので、本当に良かったです。これちょっと間違ったら言ってほしい。高松山駅の時にはグリーンのシャドーロールつけてなかったと思うんですが、今回シャドーロールつけてましたよね、はい、最長いきりで。そうですね、それはちょっとあれですね、タイミング的なものであまり深い意図はないんです。ないんですね、分かります、はい、そして今ルガルのパドック映ってますが、長距離後11キロ2桁増えてましたが、輸送もある中プラス2キロという馬体素晴らしく見えましたが、いかがでしたか。ルガル自身が競馬が近いのを悟って、はい、あ、そうですか。競馬のもう直前から買い場の量を自分で調整、食べる量を調整し始めたので、もうこれであればあんまり増えないで競馬いけるなというふうには思ってました。それはもう若駒の時からやはり成長してルガルそういうふうになってきたんですか、今回ですか。そうですね、いや、おおむね走る馬は結構自分で競馬の日調整するっていうのは結構あるんですよ、はい、でルガルもそういったタイプで、はい、自分で動ける体に持っていくみたいな感じですね。ではちょっとレース振り返します。13番ゲート外からですが、前半32秒、ハイペースになりましたが、はい、西村騎手スムーズに、前目の3番手ですかね、一番いいとこ取れたと思います。これは先生何か西村さんとは、もう今の中山の馬場傾向を考えたら、もうある程度少々速くても前に行かないと勝負にならないっていうのは話してました。そのためにはもうゲートをとにかく5分以上のスタートを切る、はい、そこが一番の仕事だって本人も言ってましたね。まずはじゃあスタート完璧、想定通りでした。そして折り合いどっちの雰囲気、ペース、杉山先生はどのように見てました。いや本当シルクロードステークスの競馬をしたいねっていうのはレース前からジョッキーで言ってまして、本当にその通りの競馬になりました。もうあとはもう馬の力を信じてっていう感じです。残り150ぐらいですかね、前かわすと、まあ、西村さんもそんなに待たずこの馬の力を信じて早めに仕掛けて押し切ってゴール板駆け抜けました。勝った瞬間たくさん語れてますが、このルガルと西村さんの勝利はどんな思いが。そうですね、当然西村騎手が今回初めての G1 勝ちっていうのももちろんあるんですけど、はい、エマさんも、これ初めての G1 勝ちだったので、
やっぱりそういったところで、まあ、私自身もすごい感慨深いものがありました。あ、まあ、ゴール後はちょっと思わずちょっとみんな他の調教師さんもいる中でちょっと声出してしまう、恥ずかしかった。重いね、研究室で抱き合うシーンがね、一応シルクロードセックスの時、先生僕がもしもしねやって、西村さん、はい、素晴らしいですねって言ったら、いやあまり調子に乗るから褒めませんみたいなおっしゃってましたがどうですか、それから少し時間経ってますが、今回は西村騎手、まあ、まだですか、今回はもう、いやもう今回ゲートを言った通りしっかり出してくれたので、あ、はい、まあ、今回は少し褒めました。少しは具体的にどんなお言葉かけてか教えてもらえませんか。秘密ですか。まあまあ、よくやったっていう、まあ、オーソドックスな感じなんですけど、はい、まあ、それとともに、ここからがスタートだっていう感じでは伝えました。素晴らしい競馬、まあ、そして、ね、激しい競馬になりました。ルガル戻ってきた様子いかがですか。どうでしょう、まあ、今のところ特に、まあ、本当に骨折明けなので、はい、まあ、今のところは大丈夫ですけど、しっかり様子を見ていかなければいけないなとは思ってます。そうですね、新たなスプリント、なかなかこのスプリント路線は先生目まぐるしく変わってます、またここからチャンピオンとしてね、どのようなレースを見せてくれるのか楽しみですが、まずはそこのやはり怪我もあってということで、そこら辺のしっかり見てからですね。そうですね、はいはい、今口取りの部分が映ってますが、実は僕本命にしたんです。20何倍ぐらいついてます。はい、そうでした、はい、28倍。穴塔でもう初戦、はい、秋の素晴らしい走りで、本当にアシスタントのさくらも、はい、私宮島さくらと本命でルガル、はい、私も本命であったんです。実は2人して今日番組の MC がルガル本命という、なかなかルガルで取るという、はい、素晴らしい、素晴らしい、こういう結果もあったんです。いや、ありがとうございます。はい、こちらこそです。すみません、最後になりますが、視聴者の方にメッセージいただいてよろしいでしょうか。はい、はい、もう本当に先ほども言ったように、春先は大きく期待を裏切ってしまう結果になってしまったので、まあ、この本当リハビリから競馬になるまで、本当に次こそはファンの皆様の期待に応えたいという一心で、私もそうですけど、厩舎関係者、牧場スタッフみんなでルガルに一生懸命向き合ってやってきた結果、こうやって大きなタイトルを取らせていただくことができたので、まあ、改めてこの場借りてファンの皆様にはお礼申し上げたいと思います。ちょっと骨折してしまってるまでなので、よく様子見ながら次に向けてはしっかりまた前を向いて、レースを選んでいきたいと思ってます。また引き続き応援よろしくお願いいたします。もちろんです。エルトンバローズ毎日王冠、来週も楽しみにしてます。はい、この勢いで頑張ります、はい、またビッグレース買った時はぜひもしもしよろしくお願いいたします。ありがとうございました。そしておめでとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。失礼いたします。もちろんね、怪我明けは慎重です、うん、これから楽しみですね。そうですね、なかなかやっぱり怪我明けの一戦って難しいと思います、はい、調整過程でっていうところで、でかつね、やっぱり結果もそうですけども、その後怪我しないっていうことも重要ですから、はい、そこら辺がね、あれ難しいところではあるんですけども、ね、しっかりね結果残してくれましたしね、まあ、これからねちょっとどんなレース、どんな走り見せてくれるかちょっと楽しみだなというふうに思いますね。ありがとうございました。以上、もしもし突然ですが東ですのコーナーでした。